ちは。ハルピョンの名前が入ったアバターをゲットした。やった。っていうか寒すぎ寒すぎ。普通にえ、今ママから LINE 来たから速攻返したのに速攻返ってこないんですけど、どういうことどういうこと、やばい恥ずかしい。これはまた今度見せるやつ、待ってて。今日はちょっとご飯の時間によりけりで何時まで配信するかわからないんですけど、わっ、プレゼントありがとう。何時までするかわからないんですけど、だから今それをママに聞いたの、ご飯何時って。でも帰ってきてないので返事がね。なのでまあ6時半7時ぐらいに橋本アルナのやってみっちゃ一緒に見よう配信をしたいと思います。そう、ちょっと一緒に見よう配信をするにあたって使いたいものがあって、それを使うには今日しかできないなと思って今日やりたいと思います。ちょっと待ってね。ミュートで喋ってた今、めっちゃおもろい。配信なんだっけ、何の話して、あ、この間までは吉田あかりさんのブランドの B アイドルっていうリップ、赤く塗るやつ、リップを使ってたんですけど、それがちょうどね本当に底見えというか底まで尽きて、そうなので配信中はそこら辺にあるリップクリームを使うっていうのが私のモットーなんですけど、それが今なくなっちゃって、なので今新しいリップを、新しくはないけどリップクリームを持ってきました。すいません。でもほんとここら辺のこの机の上にあるリップを使ってるので、いつもいつも何か変違うリップが出てきたり、昨日と同じリップだとかあって、ほんと適当です、すいません適当なんです、すいません。あ、さっき TikTok 載っけました、クリスマスギフト、あ、書いとくテロップ。ありがとう。そう、さっき TikTok を更新してお話し会の休憩中の時に撮ったんですけど、結構休憩中、例えばじゃあ1部2部4部5部とかだと、3部の間は自分時間あるから楽屋とか控え室とかに戻ったりするんですけど、サプライズレバーさんプレゼントありがとうございます。ありがとうサプライズレバーさん、ありがとう。そう、戻ったり控え室に戻ったりするんですけど、一部二部で続いてたりすると控え室に戻らないんですね。でもまあ時間がねちょっとあったりとかするから、その間に TikTok 撮ったりしてるんですけど、やっぱ戻らないメンバーが最近増えてきて一回戻るのめんどくさいっていう。そう、そしたらなんかもうみんながいる前で、前ではないけど割と遠いんですけど、でも 2,3 人には目に触れてしまうというちょっと恥ずかしい
恥ずかしいから TikTok なこんなのちっちゃく。昨日最終回を迎えた君の花になる の中の主題歌なのかな、まだ最終回見てなくてそうまだ見てないんですけど、主題歌を撮りましたので、口ずさぶメロディーみたいな、パッ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 、もうなんか1週間2週間前とかに撮ったから忘れちゃったあんま覚えてない、さっき投稿するにあたって 2,3 回見たけど、そうそう、ぜひコメント、いいね、視聴、リンクコピーよろしくお願いします。お願いします。今日なんかいい女感出てる、ニット雪国の女感出てる、どうどうよ、でもね割とねもうねすっごい降ってるってわけじゃない今日は、でもなんかこのあと降るみたいな、またっていうのをネットでやってた、一瞬しか見れない、まだザールスちゃんプレゼントありがとう、ありがとう、テスト頑張って、星に来たら男子喜ぶ服、やった星が分かんないけどフヨンズ男子の皆さん喜んでください、肩、そう肩おしゃれなんですけど寒すぎてヒートテック着てるっていう、マジやばいここら辺がもうなんか女子力のなさそう本来だったらお肌が、まあ去年もこれ着てて去年も結構好評だったんですけど、そう本来だったらお肌が見えるはずの場所をちょ寒すぎてヒートテック着てるっていうそうそうそう、すいません、なんかすいません、待って、豆と小麦の生写真のやつさ宣伝しようとしたら販売昨日で終了だった、知らなかったごめん、まあいいかごめん豆小麦ごめん、うちの可愛い子ちゃんたち、オフショットはじゃあ来年うさぎ年にあげますね、プレゼントありがとう、ありがとうございます、チャレンジからもゲットできるのでぜひ皆さんよろしくお願いします、ありがとう、体調管理大事です、あったかくしないとね、そうですよね、風邪ひいたらマジ元も子もない、なんか昨日の公演大変だったんでしょね、いろいろあって大変だったみたいで、私も元気にとりあえず年末を迎えられるように頑張りたいと思いますそれこそ2週間前ぐらいに喉やってる女なんで、はい、プレゼントありがとう、全然温まらないんだけど、なんで昨日あんな暑かったんだけど今日全然温まらん、でも今日長時間
長時間ではないけど、まあ、7時ぐらいまではやる予定だったから、うわエアコンでよかったな今日、ミスったな、ファンヒーターにしちゃった。大抵ファンヒーターはね、30分配信とかの時はファンヒーターなんですよ。そうそう、今日エアコンでよかったな。だから、こんにちは。そうでも灯油はもうバッチリあるんで、はい、昨日入れたんで。やっほー。私多分眼球っていうか目の周りのてか全体的に多分筋肉がなさすぎて、なんか目がどんどんこうなってしぼんでっちゃうんですよね。何時から、7時ぐらいから、7時以降にやってみっちゃのあれを見ます。ちょっとママからご飯何時だよって来てるの、パパに聞いてみる。まあいいか、うん、プレゼントありがとうございます。ありがとう。眠い、あ眠さはあるな。眠いから眠さはあります、だいぶ。でもそれはいつも風と海とさん、スノードームありがとうございます。そう、眠さはいつもだ。すいません、クリスマスプレゼントいっぱいありがとう。そう、プレゼントをもらうとプレゼントが当たるんです。プレゼントをもらうとプレゼントが当たるんですよ。そうそうそう、あ今ちょっと755に7時、19時台に、19時台の台ってさ、台どれですか？こっち？台所の台？台所の台でいいの？ OK、ありがとう。
緒に見るよ。なんかちょっとだけ匂わせするんですけど、あでも一旦ちょっと匂わせ置いといて聞きたいんですけど、 NPP1 月3日の私イベント出演させていただくんですけど、それって時間とかってまだ出てないですよね。もう出てます？まだですよね。まだ早いか、きっとまだ出てないよね。出てたと思う。本当？お、それはどこを見たらわかるんだろう。ちょっと一旦私は755の宣伝制作を、タイムテーブル出てたような、お、ちょっと知りたい、ちょっと知りたい。17時5分から17時40分。ありがとう教えてくれて。大丈夫だ。じゃあすごく匂わせすると、ステージとテレビとかって一緒にバッティングしちゃダメですよね。いいんですか？もしかしたらその危険性があるかもってなっちゃって、でもセーフでした。なんだ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 、内緒です。まだ言えません。まあ、言えなくはないんですよ。全然言っていいですよって言われてはいるんで、でも内緒にしておきます。いやほら、もしかしたらそのじゃあそっちが被っちゃってるから私 NPP 外されますとかってなったらすごい嫌じゃないって思ったんですけど、うん、でも大丈夫っぽい。なんかだから OK。 プレゼントみんなありがとうございます。ありがとう。あ、テレビ同士での裏かぶりはダメ。なるほどね。ふむふむ。あ、眠たい。そう、でもそっちは収録なので多分大丈夫。うん、はい、匂わせ終わり。匂わせ終わり。ありがとう。みんな匂っていてください。いっぱい橋本春菜の香りを。皆さんたくさん匂っといてください。よろしくお願いします。何この美味しそうなの。やばい、無理。保存しとこ。あ、ごめん急に。クンクンされてる。すごい、犬と猫がいる。おもろすぎる。ゲストトークにもエイト出てます。え、何、何時からですかそれ。でも私出ないかもしれないですよね。わかんない、そこは。でもなんか出なそう。誰がいるんだっけメンバー。そういうのって大抵ハマちゃんとかなんかおもろメンバーだったり、マリアちゃんとかが出てるイメージ。
坂口高橋や吉川左友服部橋本行天倉野なるなぎなるかな、うん、15時45から16あやばいかも分からんやばいかも普通にえまあ私が出るか出ないかは分かんないんであれなんですけどきっとなぎなるのな気がするので大丈夫な気がします。風景気が押し寄せて日本は今日あ今日B 公演だよね6時半からか今日ゆいちゃん初出演もしやおお見たいけどちょっとごめんあこれやらなきゃいけないんだって忘れてたでも今持ってないや今日ゆいちゃん初出演かでももう場所は分かってますよね皆さんポジション他のメンバーが多分出たことあるからポジションはみんな分かってそう多分そこですはい、うん、でもまあきっとなんかもう一ポジぐらい覚えた方が出れるのかなとかって思ったんですけどB 公演でもきっとなんかほら8はマリアとタオちゃんじゃないですかでもマリアは舞台とかで忙しいドラマとかで忙しかったりとかしてるしタオちゃんは選抜で忙しいから多分そう私8だったら割とでその私がそこを任せていただけるというかそのそこで出ないと基本っていう感じなんですけど B はなんかもう一ポジぐらい覚えといたらなんかいっぱい出れるかなとかって考えたんですけどでも香里ちゃんのところなのであのむしろ私一人しかいなくなっちゃうんですよそこがだからむしろ誰かそこを覚えてくれないと私が公演に出れないってなった時にB 公演ができなくなっちゃうんでちょっと誰かが覚えてそうくれることをまあ私がね出れないっていうなるタイミングがっていうのもまああるんですよちゃんとお仕事がかぶってとかそれこそ23もそうだったのでそうでもみずみんねでもさ覚えてほしくないみずみんに私のポジションはだってそしたら出れる機会が減るじゃないですか一緒に嫌じゃんみずみんと出たいもんそうだからみずみんだからそれこそ私がキャプテンポジで出てみずみんがそこで出るそうそうそうしか私ねしかないもしもねみずみんがそこを覚えるってなったら、うん、そうそうどうなんですかねでもそれこそ普通にもう B 公演忘れちゃってるので今私何にも覚えてないから普通に覚え直さなきゃてか思い出さなきゃやばいなんか8公演はなんかもうやりすぎてて本当にもうその日とかその前日とかに振り起こし振り思い出ししたら全然余裕でいけちゃって、まあ、間違えたところはあるんですよね一箇所完全にあ間違えたってなったんですけどでも立ち位置は完璧だったからそこは大丈夫そうなんかねなんだっけあれ光と影の日々でそこ映ってるかなちょっと待って見てみよう光と影の日々間違えるってどういうことって思われそう間違えちゃったのそうなのいつ出たんだっけ3日じゃないな15かひだちゃんの生誕そこ間違えるってどういうことって感じですよねでも絶対定点で見てたらあでも定点だったら細かすぎて分かんないかも間違えた場所てか今考えるとさツインテール高めツインテールに制服ってやばいですね
前髪長いな私。急にごめん。よし映ってない。はい映ってなかった。よかったひだちゃんの生誕祭で。ひだちゃんの生誕祭だったからずっとひだちゃんが映ってました。私が間違えたところ。危ない、よかった。よかった危ない。なんか1サビ終わりの1人ずつ手挙げてってパー1パーね、あれこれどうやってやるんだっけ、あーしたてん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 願うなら、だからグーで挙げてパー1パーってするところを間違えちゃって一瞬てか1個早いタイミングでパーしちゃってそのままはっはっってなっちゃったんですよ。でも映ってないので、あの、はい、いや言わなきゃバレなかったやつ。なんで言った？言わなきゃバレなかったやつ。でも言っちゃったからもうバレた。ハマそこの、あでもカメラ位置か。いや似合うなレミタン制服。似合うな。一人だけ似合いすぎてない？レミタン。私はもうツイン高めツインテールっていうね、いないんですよ高校生にそんな子。なんだろうこの辺が多いのかな。この辺が多いのかな。ちょっと減らそうかな。なんか髪顔暗そう。私こうやって客観的に見ると前髪が重いのかな。むず。急に分析し始めちゃった自分の髪の毛。これいつか一緒に見よう。なんか見たくなってきちゃった普通に。普通に見ちゃってる完全に。なんか普段から割と見るようにはしてるんですけど自分が出てる公演絶対。でもちょっと年末年始やることが多いので、てか NPP のも覚えなきゃいけない。てかセットリスト決まったのかな。私そのね今年の宿題をいっぱい貯めてしまっているので。そうそう配信中に。一緒に見よう。
チだっけ私が。違う、リグレットだよね多分。あ、ドボンライブやめて、忘れてた完全に完全に忘れてた。何見なきゃいけないんだっけ、ちょっとメモっとこう。メモったやつどこ行った、そういえばそういえばメモったやつどこ行った、やらなきゃって思ってるやつをメモったやつ。どっか行っちゃった。メモったんですよ、やらなきゃいけないこと。腕まくってる。そう、ちょっと熱くなってきちゃった。これは大学のメモ、これはクラちゃんこの間のアンケート、これ最強フェス、最強フェスのメモはもういらないですよね。最強フェスのメモ見ますか別に超どうでもいいよ、セットリストと順番書いてあるだけ。最強フェスのメモ、ごめん超どうでもよくて、とりあえず見せといたこれは違う、これはドボン、これも大学、これもいらない、これはいっちゃん系の B のアンケート。あ、あった、ここにありました。ピョムービー、9月10月のピョムービーはもう乗っけたでしょ、9月のドボンも10月のドボンも乗っけたよね、あれ乗っけたよね。あー、わかんない、もう誰か助けて。てかツイッターからモーメント機能消えるらしい、結構ショック。めっちゃモーメント私ドボンのランキングのやつで使ってたのに、なんかもう消えるんだって。使ってる人もいるんだから残してほしいこの機能。第25回推しメンイベント、覚えてないよ、25回が何月とか。9月か、あら10月とか上げてない？どこまでやったか755に書いてましたね。それって全部終わったんだっけ、755に書いてたやつって。あれ終わってないんだっけ。いや終わってるな、ピョンムービー11月まで終わってる、ドボンランキング26回まで終わってるってことは、あ、こやってないやつも書いてあるじゃん。え、ハルピョン偉い、やばい無理、偉すぎる。ドボンランキング27回、ショールーム選抜タワー投げ投げさん、ショールームランキング料理選抜ランキングが私がの残されている仕事、仕事偉すぎる。マジでこの時の自分褒めたいけど、今やってないから褒めたくない、今できてない、過去の自分偉い、やることこれでした。今回のオムちゃんのやつはなんかランキングとか分かんないですよ、分かんなかったですよね、ありました、個人ショールーム個人ランキング、皆さんのランキングなかったですよね。だから多分割とそんなすごいめっちゃあれがあれでってわけでもなかったし、
かったよね。個人ランキングは確かに、じゃあそこは一旦置いといてか。ピョンムービー12月の、そ、お、えら、ちゃんとやってんな自分。ショールーム選抜はマジ本当遅くなってごめんって感じ。もうでもまだ4ヶ月、今年中にはやります。で、あとは見るものもあるんですよね。見るもの、見るものは、12月15のしずく見たい、みんなと。とやってみっちゃう、今日今から見るでしょ、ドボンライブ、あと竜とそばかすと、容疑者 X ですね。それこそ多分竜とそばかすの姫とか Hulu さんとかで入ってんじゃないかな。だから、前回そんな録画してっていうのをそんな知らなかったから聞いてないよって人も多分、うん、入ってます。 Hulu さんで見れます、皆さん。よいよい、あ、やばい、間違えた。 Hulu 開きたかったのに Spotify 開いちゃった、間違えた。さっきさ、あれ乗っけたから、プレゼントありがとう、ありがとう、プレゼントね、なかった、オムライス、よかった。スポティファイ入れてます、でもあれじゃないので、あの会員、じゃないので、全然 CM とかめっちゃ流れますよ。アマプラにも竜とありました。あ、よかった、じゃあアマプラでも見れますね。うん、録画してなくてもみんなが見れる、よかったよかった。室内温度10度。プレゼントありがとうございます。ぜひクリスマスプレゼントお待ちしてます。そう、多分室内の温度自体は寒いんですけど、この冷房、冷房じゃない、暖房、あったかい空気が直接自分の元に来るように工夫してるので、結構自分的にはポカポカ、熱々、熱つつつつ、あちちちちです。はい、全然ふう。心がありふれた、テレテレテテ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 
てて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 てめっちゃHuluで面白そうなドラマ探してる今急に TVer 見た、TVer 見ちゃったの。このあと7時台に一緒に見よう配信をする予定なので、ぜひまた一緒に見よう。お願い、いやでも見て何回見たっていい。そうです、何回見たっていいんです。このリップの色めっちゃいいな。めっちゃなんか自然ナチュラルじゃない。リップ塗りましたって感じじゃない。エテューセのリップ、かわいい猫ちゃんのやつ。なんかそれこそあれって学校とか高校とか、今はそうでもないのか、あのマスクしてるからあれかもしれないですけど、何でしたっけ、高校ってさ基本メイク禁止の高校が多いじゃないですか。でもさやっぱりさ、そりゃさ、だってまあなんて言うんですか、年頃の女の子ですから皆さん可愛くいたいでしょ、まあ、だから私は、まあ、高校メイク禁止だったけど、それこそその私が高校生の時代はマスクなんてしてなかった時代だったのでメイク禁止だったけど、こうナチュラルなリップだけはだってさ、みんな可愛いから、周りみんな可愛いからさ、自分もそれこそ AKB っていう看板を背負ってしまっているのでそうだから、やっぱ友達の前とかでもなんて言うんだろう、あ、やっぱ AKB って可愛いんだなとか思われたいから、そう、そのナチュラルな唇の色にするために、なんか普段は結構アイドルの時とかは赤とかピンクとかすごい濃いめの色のリップを使っているんですけど、でもその高校の時はオレンジとかなんか薄コーラルピンクみたいな本当に自然な色のリップはしてました。でも言われたこと一回もない。うん、多分だからもうリップはもう許容みたいな感じだったんじゃない。え、いましたいました。え、それこそ、いや眉毛カットっていうより眉毛描いてることがめちゃめちゃいましたよ。私はもう、ま、自眉毛がしっかりしてるのでそのまま言ってましたけど、高校は、はい、もう日焼け止めぐらいかな、塗ってたの。今はバレないスクールメイクとか YouTube のショー、あれ私も結構見たんですけど、そう、いや絶対バレる正直絶対バレるバレないわけない。うん、できてリップだよマジで、絶対バレます。無理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 、うん、クリスマスプレゼントありがとうございます。ありがとう。バレなきゃメイクする意味ない。いやそれは違いますよ、別にバレてほしくてメイクしてるわけじゃないですから。そう、友達とかに可愛いなって思われたい、まあそれこそね、ピッピさんがおられる方々だったりとかのに可愛いなって思われたいっていう多分気持ちじゃないですか。だから別にバレたくてメイクしてるわけではない。小田さんから飛ばされました。お便りかな、お便りから飛んできたの。ありがとうございます。お便り推しの皆さんこんばんはこんばんは、すいません
私です知ってるでしょみたいな感じになっちゃう。ハルピョンです。橋本春菜です。はじめまして。はじめまして。そうそうそう、だからあんまバレなきゃ、バレないメイクみたいな、絶対バレますと思って見てます。いつもなんか YouTuber さんとかめっちゃ見てるんですけど、そういろんな美容系 YouTuber、 最近本当に美容系 YouTuber さんとかを見るようにちゃんとなってきて偉いもう普段は結構、でも最近は YouTube 全然開いてないんですけど、もうなんかアベマさんを見るので精一杯。今めっちゃいろんなやつやってて、アベマさんが、そう、もう YouTube 見れる暇がない。そうそうそう恋捨て、京好き、オレイス、シャッフルアイランド、私たち結婚しました、恋愛ドラマの恋がしたいかな。私が今見てるアベマさんは参考とかじゃないですね。なんか高校生と、なんかほんと頑張ってる人が、頑張ってる人を見たい人なので。そう、確かに恋愛リアリティショーが多めではある。いいじゃん、キュンキュンしたってそこでキュンキュンしたっていいじゃんかむしろ安心だろキュンキュンさせてくださいよ、高校生の恋愛で高校生の恋愛で大学生キュンキュンするのおもろいけどなアベマでワールドカップ見てたら、おすすめ動画にハルピョンが言ったやつが並んでて、これかーってなりましたそれです、それです。そうだね、そんなもんかな。私が今見てるアベマ、お代理のところから強制で飛ばされてきま、なんかごめん私でなんか私でごめんちょっとは好きになってください、すいません。可愛いからいいですありがとう。男女が恋人つなぎをしているのを見るだけでキュンキュンする、そうですよ。なんか悪いですか。なんかこの間見てて、あったのはこっちがいい、こっちがいい、いやもうその会話だけでありがとうって感じ恋世話はなんか知ってるインフルエンサーさんとかが出てたら見てます。そうそうそう、でも知ってないインフルエンサー、でもそれこそ前回のは見ました。前回で合ってる、なんか前回のは知ってるインフルエンサーさんとかは出てなかったんですけど、なんか可愛い女子みたいな書いてあって、タイトルに、本当可愛い女の子が大好きだから、そう見ようと思って見たら、なんかめっちゃすごい、あの結果がすごかった結果がすごかった。今何の話してたんだっけ、あ全然忘れちゃった。美容系、あそう、 YouTuber さんの、最近本当にもうこれまではザ YouTuber さんっていうのを見てたんですけど、でも その方々ももちろんもちろんもちろん今も見てるんですけど、でもその方々にプラス結構美容系 YouTuber さん、メイクされる方だったりとか、お洋服とか、あとはもう女子受けみたいな、そう方々だったりとかの YouTuber さんをなんかより多く見るようになりました。うん、そうそう、これまでは本当もうザみたいな YouTuber といえばみたいな、
水溜りバンドさんとか、本当に、あと誰、まあ、でもクイズノックさんも見てます、ずっと。そこ 2グループはずっとやな。私の登録チャンネル登録ってどこに、登録チャンネルこれか。あとオルタナさんとか、オルタナチャンネルさん、そこかな。でもそこ3つは絶対、もう投稿されたら絶対見るって感じ。あとはまあ登録はしてるけど気になったら見るみたいな方々、あ、リドラの謎解きチャンネルっていうのもめっちゃ見てます。松丸亮吾さんが主演じゃない、なんだ、作った会社の謎解きのチャンネルなんですけど、それはめっちゃ見てます。でも最近はそれこそななこさんっていうインフルエンサー、 YouTuber、 ほんといろんな美容系 YouTuber さんって感じです。あとサラさん、コスメオタチャンネル、サラさんめっちゃ見ます。でも最近めっちゃ一番ハマってる YouTuber さんはムクエナチックさんにめっちゃハマってて、めっちゃおもろいんです、この二方が。ほんと好きほんと好き、めっちゃおもろい。ただ本当にドライブで喋ってるだけの動画とかめっちゃおもろいんですよ。なんか夢見るが見てて、そう、それを見て、面白いこの方々と思って見るようになって、もうずっと見て、ずっと本当、なんか YouTube って基本的にそのまあ YouTube 界にあ、なんていうの、消去されなかったらずっと残るじゃないですか。だから昔の動画とかめっちゃ見るんですよ。それがめっちゃおもろい。今のもめっちゃおもろいんだけど、昔のもめっちゃおもろいみたいな。そうそうそう。でもだから YouTube が後回しになっちゃう。ずっと残るからこそ、じゃあ TVer さんとか ABEMA さんとかが会員になればいいんですけどそう、会員になればいいんですけど、会員じゃないから、プレミアム会員じゃないから、その消えてっちゃう、1週間したら消えてっちゃうから、消えてっちゃうとか見れなくなっちゃうから、でも YouTube はいつでも見れるって思って後回しになっちゃう。時間がある時に見よう。 YouTube はアベマさん、 TVer さんは今すぐじゃないと見れないから、今すぐ見なきゃっていう私の最近の感じです。すごい、私5時半ぐらいから配信しましたよね。1時間でこの時間って大抵5000人いかないんですけど、これまでだったらいかなかったんですけど、最近ほんと5000人とか行くようになりました。なんか7時とか8時9時とかだったら1時間やってたら5000人行くことも結構あったんですけど、この時間ってほんとあんま行かなくってそう、嬉しい、ありがとうございます。5000人、イエーイ、ありがとう。まあ多分お便りのところからね、たくさんの方が来てくださったっていうのはあると思うんですけど、でもありがとうございます。YouTube の CM なくすためにプレミアム会員に入りたいっていう願望はありますか？だって。ありますよ、もちろん。もちろんあるけど、でも、そんななんか、絶対にみたいなっていう気持ちは今はないから、まだ大丈夫かなっていう感じ。私が本当に、プラスで何かそういう、なんていうの、サブスクにお金かけてるの。マジなん、フールさんぐらい。あと何だ、何も、音楽もなんか Apple Music 使いたいなと思ってるんですけど、なんかやっぱ時間があると YouTube を見ちゃうから、そう、音楽聴くんかなみたいな気持ちになっちゃう。アマプラは入ってないです。ネトフリも入ってない。だから韓国ドラマとか全然ついていけない、みんなが喋ってる。でも韓国わかんないからいいやってなってるうん、そんな感じ。なんかそうだな、
難しいんですけどね。え、アップルミュージックってそのあれはどうなんですか？ネット環境はダウンロードしてある曲じゃないと聴けないの？じゃあ例えば Wi-Fi がつながってないところでってなった時にギガはどうなるんですか？それ次第かな。今は学割で私ギガホなんですよ。そう、でももうね、まあ、予定では来年4月から学生じゃなくなる予定なので、予定ではだからそれを考えた時に YouTube あれだなと思って、あーネットないとダウンロードしてない曲は聞け、でもいっぱいダウンロードしとけばいいのか、そういうこと？それも違う。でもダウンロードするのにもプラスのお金がかかります。やばい、お金の話をするアイドル、プラスでお金かかります。なんかアップルミュージックの仕組みが全然分かってなくて、ダウンロードしとけば聴ける、そのダウンロードにお金はかかる。月額の料金だけでいいの？Apple Music 提供曲は追加料金なしでダウンロード。すごいね。それはすごい。それはすごい。皆さんは何で音楽聴いてるんですか？このボイスって何？このボイスって何？これ。このボイスって何ですか？この家族は1680円で家族みんな6人まで聞けるよってこと？なんかそういうのがさあんま分かんないからさ、なんかできないやと思っちゃう。あなたの他に最大5人と。わかんない、むずい。 Amazon Music、LINE Music、Amazon Prime、YouTube、Walkman、Spotify、 あわ、でも Spotify ってさ、自分が聴きたい曲聴けなくない？なんかシャッフルじゃないと聴けないじゃん。ぴょんちゃんその辺疎いのかわいい。わかんないんだもん。だってボイスプランとはどんなサイト？ボイスはSiri で楽しむために作られたストリーミングサービスです。あなたの声だけで1億曲え、どういうこと？私の声、あ、むずい、あ、むずい。 Apple Music Voice Siri に〇〇の曲かけてで聴けるプラン。じゃあそれ言わ、え、じゃあこの、え、アプリで選曲、あ、選曲できないんだ結局。
じゃあもう家族6人でいな6人いな家族6人でファミリーで使った方が一番お得だよね。420円。アピョンと家族になる人、はーい。あ、やばい、変な質問しちゃった。変な質問しちゃった、やばい。あ、やばい、いっぱいいる、あ、いっぱいいる、無理無理無理、あの私含めて5人まで、あ、間違えた、6人まで、無理です無理です、そんな、あ、ごめんなさい、なんかすいません。あ、無理です、ごめんなさい、なんかすいません。5人しか受け付けてなかった。でもいっぱいいたからやめとくね。このファミリープランはファミリーじゃないと無理なんですか？ファミリーだから、そうか。じゃあみんなごめん、無理だ。住所が違くて、まあ住所が違うファミリーはいるでしょ別に。実際じゃあ私はお姉ちゃんとファミリーですけど、お姉ちゃんとは家族ですけど、あれ、お姉ちゃんとは家族ですけど、お姉ちゃんとは住所違いますし、ファミリープラン家族じゃなくてもいけると思う。え、じゃあめっちゃ仲いい友達6人でそのプラン使えばよくない？それはちょっとアップルに対してダメ？怒られる発言した今私、やば。でもそれだけ、なんかいろんなものを共有できるだけ信頼できる友達かどうかってことですよね、一番大事なの。もしもそれをするとしたらですよね。どんな音楽が好きなんですか？何でも聞きます。でも今は割と Spotify で間に合ってるかも。でもなんかやっぱね、あ、パパが帰ってきてる。ちょっとパパに一瞬電話していいですか？あ、まあ LINE でいいや。ファミリープランは最大6人まで、家族や友人と、あ、友人もいいよって言ってんだ、アップルが。それはいいじゃん、友人いいよって言ってんだったらいいことじゃんね。ハルピョンが喋ってて可愛すぎ、 ありがとうございます。仲いい友達とスマホで共有できますか？それこそ小学、私が共有できるなって。でスマホを共有ってどこまでですか？写真のホルダーとかはもう恥ずかしくて見せられない、私の自撮りしかない。無理無理。自撮り多すぎ、ワロタ問題出てくるから、自分めっちゃ好きやんみたいになるから。え、違うんですよね、漏れてる角度を研究するためにさ。だってこんなんばっかりですよ、こんなんがいっぱいあるんですよ、ほら、こんなんがいっぱいあるんです。そんなん恥ずかしくて共有できません。ママも LINE 返信してくれない？家族のグループ LINE に送ろう。
共有するような人なら理解、え、でも嫌ですよ、恥ずかしい。全然仲いい友達、その私含めて3人でよく遊ぶ友達がいるんですけど、その女の子たちには全然、多分自分の仕事は理解してくれてるし、でも無理無理、はずいはずい。もう自分のだって自撮りがめっちゃ入ってんだよ。プレゼントボックスありがとうございます。はずいですね。でもう一人、その前々から出てる美容室のあのおしゃ友達、美容師の子いるんですけど、でもその子はもういつもなんか私の写真撮って、もうほんと春の可愛いっていつも言ってくれる人なので、基本的にはうん、そうそう、しょうちゃんさん、プレゼントボックスありがとうございます。お腹すきました。ねえ、お腹空いてきた、やだ。でも夜ご飯が何時かによって私の配信時間が決まってくるんですけど、夜ご飯何時って聞いても誰も返事してくれなくて、パパもママも。だからごめん、なんかまだやってるわ。カペコペコリーヌ、だって今日の、ああれ食べようかな、ちょっとだけさ、ねえねえねえ、パン持ってきていい？お腹空いちゃった。結婚したら財布の紐は握りたい、私は財布の紐握るってどういうこと？後で考えよう。パン持ってくるね。賞味期限今日までだから食べなきゃ。あ、うん、食べる。すいません、すいません、ただいま私が好きなパンを紹介します。これシュガーロール、
の大きくなってるやつもあるんだけど、小腹空いた時用に食べるやつ一個だけ。これ美味しい。お金の会、あ、小遣い制でハルピョンが旦那さんの使える金額を決め、え、別にやだ無理。うん、普通に使えばいいじゃんって思うんだけど。え、そんな小遣い制にしないとみんななんかさ、へ、なんかいろんなところに使っちゃうわけ？男の人って。そうなの？自分で自分のかお金の管理ぐらいできるっしょ。確実に使います。例えばお話し会とか、それはだから自分が、だって自分が働いたお金じゃないですか。自分が好きなことに使って何が悪いんですか。うん、だからお小遣い制にはしないけど逆ですね。じゃあ毎月こんだけお家のために一緒にこの分だけ払おうとかにするかも。自分で働いたお金自分のために使って何が悪いの？だって私だってさ、じゃあお洋服買ったりとかコスメ買ったりとかしたいし、うん、だからじゃあ子供お子さんとかいるって来たけど、じゃあ子供のこれからの養育費のために毎月これだけお家に入れようよってすればよくない？ダメなんですか？で、じゃあ自分が好きな、あとはもう自分の ところでどうぞ。ハルピョンにはハルピョンにはまだ扶養家族がいないから子供ができたらわかるって言われた言ったらびっくりでしょあ、私扶養家族いるんですよ、うん、言ったらびっくりでしょ。ね、パン食べちゃってる。しょうがないお腹すいたもん、しょうがない。ご飯減らす、今日夜ご飯減らす。夜ご飯っていうか夜の白米減らす。だって美味しいんだもん、パン食べる。ごめん、なんか飯してろ。ワイの父はすぐ口座空にするから母が呆れてます。だからそういう旦那さんを持つんだったらもうお小遣い制にしないといけないかもしれないけど、私は家と車を持ってる人じゃないとまずは嫌なので、はい、家と車を持つことができてるってことは多分自分のお金の管理ぐらいできてる人だと思うので、だから
東京なら車、私嫌なんです、車運転したいんです、運転するの好きなの。だから東京で住むとかにしても、どこに住むにしても、将来ね、北海道に住むにしても、沖縄に住むにしても、絶対どこに住むにしても絶対車は買ってもらいます。買ってもらう前提自分で買うわけじゃない、買ってもらいます。うん、家買えるほどの貯金があれば家は買え、家ってどんぐらいで買えるんですか。でもそんな私、そんなさ、外車買ってとか言わないですよ。うん、中古でいい。プレゼントばっかりでありがとうございます。ね、都内で5000万だって、田舎なら1000万あれば家買えます。だってやば、そんな高いんだ都内。車より駐車場問題。うん、その土地自分のじゃないの。なんかこういう話聞いてると絶対都会に住みたくないなって思うんですよね私。うん、マジでそういうとこちゃんと分かってる人と結婚しよう。だって何も分かんないんだもん。勉強したくないし。だと思考が変わりますって。へえ、だって田舎で暮らしてきたから分かんない。まあ田舎じゃないですよ、富山も都会ですけど、なんていうんですか、関東。わいは家も土地もあるし、株式投資もしてます、貯金もあります。運転免許はありますか。車も2台も、おお、おっと、有力候補。なんかそこら辺の難しい話とか分かりますか。なんか固定資産税うんぬんとか。武蔵野、三鷹は緑も多くて23区内より住みやすい。え、武蔵野とか三鷹って23区内じゃないんですか。あ、わかんない、やばい、難しい話されてる今。夜ご飯食べれなくなるのでパンは1個にしておきます。三鷹は市ですね。え、無理無理、マジで東京難しい。東京って全部区じゃないんだ。あ、そっか。え、あそこは何、名前忘れた。この間ドボン、立川は市ですか。
町ですか、区、え、東京って26個も市あるんだ、やば、すご。え、八王子は市ですか、区ですか、市か。だって立川より遠いもんね。無理だ、意味わかんない私都会に住めないや。間違えた、東京、あの、なんだっけ、関東に住めない、東京に住めない、無理、やめよう待って、パン缶のあのクロワッサンの皮がスンってきた、急に。足立区ってどこ？ズッキーは都会っ子。へー、じゃあ関西に、あ、関西行こうかな、うん、大阪、京都、奈良、滋賀、和歌山、兵庫、どこにする、どこにしますか。群馬寄りの埼玉ですが大丈夫ですか。だって別に住むところはどこでも。富山に住む気はないんですか。え、でも私はお友達にはもう絶対に、あの、もうなんか例えばじゃあアイドルをするためにじゃあ上京してもいいけど、でも大人になって結婚したら、結婚して絶対富山戻ってこいって言われてますもうそれはもう、じゃあ今後、今はね、この後上京したとしてもいいけど、もう絶対戻ってこいみたいな、そう言われてますね。わかったみたいな。だから自分が将来何したいかですよね、本当に。じゃあこれから、そんじゃアイドル卒業したとしても、その芸能関係でやっていくのか、うん、ね、それこそさ、じゃあ結婚される方が、そのもう、じゃあ北海道でしかできないお仕事ですとかってなったら、北海道行くしかないじゃないですか。で、北海道でやること見つけなきゃいけないじゃないですか。うん。だから自分が何やりたいか、まずは結婚してくれる人が現れるのかどうかそっからです。で、あ、その結婚してくれる人がどこに住むのか全部考えないと、私は将来どこに住むとは考えられないですね、うん、何の話をしてんだアイドル何の話をしてんだ、おいおいお、7時になった、やってみちゃおう、見るかい。
ネイルハゲハゲだから外そう。爪で取らずにちょっと後でピッピッピッって取るわ。情報液皆さんぜひ TVer って TVer 開いてください。一緒に見ましょう。ハルキョンは一途の人と結婚してね。え、もう絶対そうですけどね。私のこと、え、もうなんか家とか車とかうんぬんとか言ってるけど、第一に絶対なのは私のことを一生愛し続けてくれる人です。はい、じゃないともう絶対無理です。家とか車があっても私を一生愛するって言ってくれないと無理。重っ、激重激重女。やだ、重くないよ、ハーピョンは。ちょっと待ってね、机整頓する。今それは違うよって思ったはコメント言っていいですか。毎日好きっていうのが第一条件ですよね。いや、それは違うんですよ。それは絶対違う。だってじゃあ好きって言っとけばいいやと思われたらもうさ、もうそんなもんダメですよね。好きって言っとけばいいんじゃないです。本当に好きなら別に言葉にしなくてもいいはず何の発言。今あのぜひ TVer さんの CM 見といてください。もう橋本春奈のからやりますので皆さん。よろしくお願いします。あれ、私イヤホン持ってきたのにどこやったっけ。そばにいたいよ君のためにできることが僕にあるから。あった。よし、なんかすごい意味わかんないぐらい深い話をしたので、さらさら TVer を見ます。あの10分から始めるのであと5分で皆さんぜひ、多分準備できると思う。5分あれば。ハルピョンはなんだかんだめっちゃ尽くしそうな気はする。だってわかんないよやだその発言、わかんないよって嫌ですね待つよ、19時10分からやるよ、待ってるよ、大丈夫だよ。ちょっとこのさ、あれ変えとこうかな、 URL。TVerにしとこ。ショールーム。これから本気とあと一つの涙で一言の勇気で願いが叶う、その時が来るって僕は知ってるから、君を諦めないでいて、何度でもこの両手を離さない。TVerここのさアイコンどうしよう。この間なんかファンの方がくれたアイコンがね、1個あるんですよ。お互いを知って愛が終わる。いや、終わらせないで。
寂しい寂しい、終わらせないで。プレゼントありがとうございます。あと2分くらいしたら再生します。ファンの方がね、作ってくださったんですよ、この写真を。だからこれを使わせていただきます。エアドロ、パソコン。あ、プレゼントありがとう。あ、本当だ、もうそんな時間か。 DMM さん、オンデマ。もう残念少女の時間か。もう靴下のチョコレートに行っちゃってるよ。セナッパン、かわいいね今日も。驚きました。そうです、今日はゆいちゃんの初日です。今ここの上のさ、バナー変えるね。ちょっとまだダウンロード中だから待ってて。オッケー、お、ありがとう。音を立てる。ライブラリ、違う、ダウンロード開く。よし、更新。みんな、みんなここのバナー変わった？どうだろう？変わりましたかね？変わってますか？更新してみて。そう、ファンの方が作ってくださって画像を。変わった？よーい。多分今来た方はそこのあれをタップすれば今から私が見るものを見れるはずなので、 TVer さんのやつを貼ったはずなので。ぜひ、え、何見るの分かんないよって方、ここ押してください。あ、レイちゃんも出てるんだ今日。ちゃんと飛べるようにしたよ。ということで TVer さんをします。
きます。一斉のでのでで再生しますね。いくよ。一斉ので、橋本春奈のやってみちゃう、イエーイ。こんばんは、はるぴょんです。同じ声おお、何のでもダービュー、チャチャラチャ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 ラチャラチャ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 ラチャラチャラチャチャチャ、お願いします。そう、ガラスのアイラブユーなんてさ、あんま使われないじゃないですかでも今回その本当に AKB を好きなプロデューサーさん、ディレクターさんだったので、編集の時に多分使ってくださったんだと思います。検討してくれなかった、買ってくれなかったです、何にも。そうです、富山市です。うん、薬売り。昨日ね、丸薬見ましたからね、皆さん。はい、体験しました。結びついているんです、全然作れなかったけどうんうん、ガラスと丸薬って結構、丸薬っていうか富山の薬って結構つながってるらしいです。めっちゃおしゃれじゃない、この金の入り方とか。いや、そういうこと言いなよ、ここでおしゃれしか言ってない。どんな味でした、めっちゃ富山弁どんな味でしたどんな味でしたででれでれれ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 よたたたたたたた。お、選曲いいでしょう。この体験は今月25日までまだセーフですよ。予約してぜひ、富山の皆さん、まあ、富山じゃなくてもぜひ。何が一番人気ですか、何が一番人気ですか そんなことある顔してたんです、ディレクターさんは。もう今回のロケで初めましてのディレクターさんだったんですけど、もうそんなことある顔してましたうすすいません、中学校の時にあの先生と仲良くて、そうです、優しい先生だったんですけど、先生と仲良くて5でした。いや違いますよ、多分ちゃんと美術も、そんな先生だってちゃんとそんなしないですよ、ひいき目なんてちゃんと真面目に美術を受けてた。
腰の翡翠、うん、色が薄いでもさ、なんかサイド上げてるもん、頑張って、すいませんね、なんかサイド上げてもらって決めたいと思います。先生の話題のところだけでディアマイティーチャーかけるの強すぎる、それなマジそれな絶対ティーチャーティーチャーとかならわかるけどさ、ディアマイティーチャー入れんのやばない絶対 AKB 好きやんポカポカ、めっちゃ暑かったですこれ。先生がマジ優しかった、このガラス工房の方。確かに、おお透明になっちゃったよ。泡の元です、おお泡は受ける、こうやって色をつけました。急に不安一人になると急に不安になるんです私上手に作りたいから、くびれ具合いい感じ。はい、帽子を作りますよ今から。もう本当に自分がそのなんていうんですか、つけたいところに持って生かしてくれる。これも目も自分の好きな大きさのところでこうやって離していいよみたいな。口はめっちゃ迷ったんですけど、口は結局つけませんでした。はい。テテ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 急だったから、急だったから私のミッフィーの、うわーかわいいはずいはずい、自分で作ったんや。めっちゃいい。したクリスマス。私はクリスマスの日はお話し会です。ということで、そうなんか何の曲好きですかって聞かれたから、予約したクリスマスが好きですって言ったんですよ、 AKB のクリスマスの曲で。そしたら一番最後に使ってくださって、よかった。ということでこちらが現物になります。でーでー、すごくない？ここも金色入れたんですよ、実はあんま映ってなかったけど、ここに金色を入れて、ピンク、ここ高い色ですよで、いい感じに目もついて、口はなしで、このね、なんかいざこうやって見てみると、これ腰の翡翠と、水色、普通の水色なんですけど、でもこうやって見てみると、見て、AKB カラーすぎない？私だからなんかもう脳みそがもう AKB に侵略されちゃってるんだと思うんですよというのも、
AKB じゃないですか。まあ4、まあギリ48はもう8の形、8、ゆきたる待って8の形じゃない。だからもう脳みそが AKB48 に侵略されちゃっているので、自然とこの色を選んじゃうっていう。そう、脳みそ AKB。 そうなんです。まあそんなことはあれなんですけど、本当になんか自分が好きな色をもうさせていただけたりとか、させていただけたりというか、自分の好きな色で本当にやったし、もう本当自分のなんだろう力加減でこのくびれも変わってくるし、全然なんかこれまでここのガラス工房さんで、私はそれこそあの前チャンネルがちょっと曲が違うんですけど、あの万華鏡を作らせて、万華鏡ちょっと待ってすぐ出るよ多分。これです、万華鏡。ほら、あ、こうしたら見える、すごい。こうやってこういう万華鏡をね、すごくない？え、曲が違うんですけど、この、ま、富山のロケで万華鏡を作らせていただいたりとか、あと小学校の頃になんかなんかのあれでなんかのあれで、ペンダント、ガラスペンダントみたいなのを作らせていただいたりとか、あれもう一個どこやったっけな、ありました。このちょっともう寒すぎてあれなんですけど、このうさぎのなんていうんですか、置物、ペーパーサンドペーパー、何、紙を飛ばないように置いとくやつを作ったりとか、結構ここのガラス工房さんには割と結構お世話になっててそうなんです、ペーパーウェイト、そうお世話になってて、本当にこれでもう4作品目。そう、うさぎ。かわいいでしょ。これもしかして同じ色？ちょっと違うかな。同じ色かな。待って、この時の色と違う色にしようと思ったんですけど、もしかしたら、いやでもちょっと違うか。あ、ちょっとこっちの方が濃いわ。こっちの方がちょっと、なんて言うんだろう。これはそれこそあの読売中高生新聞さんのあのあれで取材っていうか、取材ではないんですけど体験みたいなので、橋本アナのラビットジャンプで作らせていただいて、これは今回 KNB さんで作らせていただいて、これはリビーティーさんでロケで作らせていただいて、こちらのロケの模様も YouTube に載ってるはずなので、ぜひ橋本アナ、なんて調べたら出てくるんだろう、富山テレビ、なんて調べたら出てくるかな、あ、もう消えちゃってるかも、まさかの、もうないかもしれない。
そう、期間限定だったから。いやー、嘘、ごめんみんな。もう消えてるわきっと。まあでもそんな感じで、ハロランマン、あ、ハロランマン TV って調べたら出てきたか。そんな感じで頑張って作った、ほんとこちらめっちゃ可愛く作ることができたので、お気に入りの作品でございます。玄関に飾りたいと思います。ということで、お、ほんとだ、1万人いってる。ちょっと私もご飯が、まあ、7時半8時ぐらいかなって言われてたので、そろそろご飯の時間になりましたので、配信終わってご飯を食べたいと思います。1万人1万人1万人でお弁当食べたいな、ありがとうございます。ちょっとこれここで見せれたの、よかった。めっちゃ綺麗じゃない、これも全部 AKB48 カラーで入れたんですよ。でもやっぱピンクが好きだからちょっとピンク多めなんですけど、そう、で作った。これ私は脳みそ AKB なんです。もうめっちゃ綺麗、たまにずれる、ごめん、下手、私多分ね、こっちから光と照らしたらもっと綺麗なんです。あ、照らしすぎてる、こうか、あら、めっちゃ綺麗じゃない、ちょっと万華鏡回すの下手すぎるってな感じで、とっても素敵なガラス作品を作ることができました。またぜひあのやってみっちゃ、この後も1時ん、まだか、まだまだやってるので何度でも見て楽しんでください。ちょっとクリスマスの前にね実況したかったので、ちょっとクリスマスの前に実況したんですけど、あの今日ね6、7時ぐらいから始めちゃったからあれなので、またもしかしたらその見る期限が切れるまでの間のどこかでもう一回ぐらい配信するかも、一緒に見よう配信するかもしれないんですけど、その時はまた一緒に見ていただけたら嬉しいなと思います。それでは最後にキャッチフレーズ、ランキングを読んでキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。今回のサムネ全部マスクしてんの私てかあの一人のインタビューの時マスクしてなくてもよかった説あるね。まあしちゃってたからあれだけど、でまあこの日のね、なんかハルピョンの別の収録のために来ていたハルピョンにみたいな、あったじゃないですか。その別の収録のやつがこの間 CM になってた12月30日の午後5時から放送されるやつなの でそちらも TVer さんで放送されるみたいなので、皆さん待っててください、県外の皆さんもね。はい、なのであのその収録をしてきました。本当収録マジでこれが放送されるの本当に嫌なんですけどなんて言うんですかね、もうロケの内容がマジやばすぎて本当にやばいんですけど、でもまあまあおもろい人だなと思って見てもらえればいいかなと思いますということでランキングいきます。2時間やってる。1位サプライズレバーさん、ありがとうございます。プレゼントボックスいっぱいありがとうございました。2位しょうちゃんさん、ありがとうございます。プレゼントありがとう。3位太郎さん、ありがとうございます。4位ヒーローさん、ありがとうございます。5位マックミックさん、ありがとうございます。6位卵アット今日は1221、本当だ、上級のランの日だ今日、やば、1221の日ですね、ありがとうございます。あれ7位、待って卵さん名前変わったんですけど、卵さんもしかして私以外のところも配信行ってるとか、それはないですよね。卵さん、ハルピョンの配信以外も行ってるとかそういうことはないですよね。あ、それは絶対にないですってきた。あ、めっちゃ信じよめっちゃ信じよ、ありがとう、大好き。
7位しもちゃんさんありがとうございます。8位ゆったんさんありがとうございます。9位なおちんそららっこさんありがとうございます。10位マジありがとうございます。11位ゴンさんありがとうございます。12位ツーさんありがとうございます。13位あきさんありがとうございます。ね、14位15位も同じ名前なんですけど怖っ。え合ってる本当にバグってる。えどっち、え怖い怖い、え大丈夫そう。13位から15位まで全員同じ名前なんだけどということで本日のラッキーと88位はタカさんさんです。ありがとうございます。ということで皆さんこの時間の配信もありがとうございました。橋本アルナのやってみっちゃ一緒に見ることができてとても楽しかったなと思っています。また明日の配信が夜ですね。明日は夜やる予定です。でもすっごい遅くにはならないと思います。明後日の朝が何時かはちょっとわからないんでその時間次第でちょっと配信早まったりとか遅くなったりとかすると思うんですけど夜やろうかなと思ってます。で、23日はちょっと本当になんかどうなるのかもう私も分かってないのでちょっとまだ何とも言えないんですけどまた一緒に配信できるといいなって感じです。できなかったらチケット使わなきゃいけなくなっちゃうんですけど、そう、まあありがたいことにお仕事があるからできないだけなのでそこは本当に申し訳ない気持ちですけど、ピョムービーは載せますので待っててください。ということでそれでは最後にキャッチフレーズをして終わりにします。はい、ウサギのようにピョンピョン飛び跳ねるのはハルー、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで14,56人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう富山県代表ハルピョンこと橋本アルナでした。皆さん本日もありがとうございました。それではご飯食べてきます。またね、ありがとう、おやすみなさい。メールもピョンムービーも送ります。バイバイ。あ、後でインスタも多分投稿します。またねー。